尊王攘夷、幕末を席巻したその思想は日本を大きく変えていきます。京都では過激な尊王攘夷派が力をつけ、幕府に攘夷決行を要求。この要求を将軍家茂は承諾し、詳細を伝えるために上洛すると返答します。こうしてついに将軍家茂が京都へと向かうことになるのです。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は将軍上洛と攘夷決行についてお話ししていきます。前回の動画で上洛を約束した将軍家茂はついに京都へと向かいます。しかし当時の京都は尊王攘夷派の巣窟、家茂はその勢いに押されて攘夷決行を約束させられるのです。これを受けて長州藩は実際にアメリカの船を攻撃、薩摩藩は生麦事件のツケが回ってきてイギリスとの戦争に突入します。それでは大きな流れがつかめたところで、前回の動画の続きからお話を始めていきましょう。将軍が京都に行く、この出来事は実に229年ぶり、徳川家光以来のことでした。しかしこの頃の京都は超危険地帯、尊王攘夷を掲げた過激派たちが暗殺や人斬りを行っており、とても将軍が滞在できるような状態ではありません。一応幕府は京都に京都諸子大という機関を置いて京都の治安維持に当たらせていましたが、彼らは尊王攘夷派からの逆恨みを恐れて捜査に本腰を入れていません。幕府の役人がそんな感じだったので、天誅と称したテロ行為はとどまることを知らず、治安維持を担当する町奉行所は京都の人々から死骸の片付け役所と呼ばれていました。現代で例えるなら、京都県警が殺人事件の捜査をせずに殺された遺体を片付けるだけになっていたという感じでしょうか。こうして幕府はもはや京都諸子大では対応できないレベルだ、京都の治安を改善しようと考えて新しい役職を設置しました。その役職が京都守護職です。このような経緯があったので、京都守護職には尊王攘夷派を抑えるような強大な軍事力が必要でした。ここで幕府が目をつけたのが強大な軍事力を持つ会津藩でした。会津藩は東北の重鎮、28万石の審判大名です。実はこの会津藩はこれまでの動画で登場しています。以前お話しした星名正幸を覚えていますでしょうか。この星名正幸という人物は2代将軍秀忠の隠し子で、3代将軍家光の弟にあたる人物です。この星名正幸が家光によって引き立てられ会津藩主となったという話をしたと思います。このような経緯があったので、星名正幸は徳川家に大層感謝しており、会津藩の決まりとして徳川家に代々忠誠を尽くすようにという決まりを残していました。当時の会津藩主は28歳の松平容保。こうして若き松平容保に京都守護職の話が回ってきたのです。しかし松平容保の京都守護職就任にあたっては、会津藩内でも猛烈な反対意見が出ています。なぜかというと、京都守護職の役目は京都にいる過激な尊王攘夷派の鎮圧、どう考えても貧乏くじです。しかし松平容保は星名正幸が残した決まりを守り、徳川家に忠誠を尽くすため京都守護職の任命を引き受けたのです。こうして会津藩はその後の政局の上で重要な地位を占めるようになっていくとともに、悲劇的な最後へと向かっていくのでした。こうして松平容保は将軍家茂の上洛に先立って京都へと向かいます。松平容保が入ったのは左京区にある黒谷金戒光明寺、ここを本陣として京都守護職は活動していくことになります。同様に将軍に先立って京都へと入ってきたのが一橋慶喜です。つまり反幕府の機運が高まっている京都に、幕府の代表として松平容保と一橋慶喜が飛び込んでいくような状況です。そのような状況を尊王攘夷派が見逃すわけがありませんでした。この時尊王攘夷派は集会を開き、将軍上洛の対策を練っています。ここで尊王攘夷派は将軍が上洛する前に圧力をかけてしまおうと考えたのでした。ということで尊王攘夷派は公家を動かして、公家の過激派である三条実美が一橋慶喜のもとを訪ねることになります。攘夷はいつ実行するんだと迫るわけです。これに対して一橋慶喜は幕府側の人々と相談した上で、おそらく4月中旬になるだろうと回答。朝廷は京都にいた大名を御所に召集して攘夷決行を命じます。政治の主導権は完全に尊王攘夷派が握っている状況でした。京都はそのような状況だったのですが、ここで江戸へと視点を移してみましょう。この時の江戸では将軍家茂が上洛の準備をしていました。そんな家茂のもとにある知らせが届きます。
イギリスが大艦隊を横浜に入港させているというのです。このイギリスの行動はもちろんですが、生麦事件の影響、国民を殺されたイギリスがついに動き始めたのです。イギリスの要求は、幕府は損害賠償40万ドル、薩摩藩は損害賠償10万ドル、もしも拒んだら海を封鎖して艦隊で鹿児島へ向かうというものでした。これを聞いた将軍家茂は急いで江戸を出発。軍事力の差を知る幕府はイギリスの要求を飲みましたが、将軍不在を理由にして期限を先延ばしにしていきます。さて、このようにして将軍家茂は京都へと向かっていきました。家茂が入ったのは京都にある二条城です。しかし、もちろんですが、京都では尊王攘夷派が待ち構えています。家茂は過激な尊王攘夷派に迫られて攘夷決行を約束させられます。その期限は5月10日となりました。こうして攘夷決行の期限が決定。困るのは江戸にいる幕府の役人です。攘夷なんて無理だ、そう考えていた幕府の役人たちは急いでイギリスに賠償金を支払って生麦事件の問題を終わらせ、攘夷に決まったから横浜港は閉じると宣言しました。そして攘夷決行の期限、5月10日となりました。多くの藩が攘夷なんて無理だと考えている中、ただ一藩本気で攘夷を実行した藩がありました。長州藩です。尊王攘夷運動の先頭を走っている長州藩は5月10日になると攘夷を決行。たまたま下関の海峡を通ろうとしたアメリカの商船を砲撃しました。この攻撃は久坂玄瑞のような長州藩内部の過激派によるもので、藩の制止を無視しての行動です。攻撃を受けたアメリカの商船は大破、なんとか逃走しましたが、これ以降も長州藩はフランス軍艦やオランダ軍艦を相次いで攻撃し続けます。もちろん外国もこれには黙っていられません。報復攻撃に出ています。特にフランスの報復は強烈で、砲台を破壊した後に占領し村を焼き払って引き上げるといったものでした。この攻撃によって長州藩は欧米の軍事力の手強さを思い知りましたが、長州藩は諦めません。高杉晋作によって騎兵隊が結成されるのです。高杉晋作と騎兵隊についてはまた別の動画でお話ししますので、とりあえず今回の動画ではこの事件は長州が変わっていくきっかけになったと思っておいてください。長州でそんな事件が起こった数日後、錦江湾、現在の鹿児島湾にイギリス艦隊7隻が入ってきました。ついに薩摩藩に生麦事件の月が回ってきたのです。イギリス側は犯人の処刑と賠償金支払いを求めたのですが、薩摩藩は行列を乱した人を切るのは当然だと主張してこれを拒否。交渉は決裂し、戦いが始まってしまいます。攘夷に反対していた薩摩藩が皮肉にも攘夷を率先して行うような形になってしまったのです。こうして始まったのが薩英戦争です。まず動いたのはイギリスでした。イギリスは薩摩藩の船3隻を捕獲。これをきっかけに戦いが始まります。船を捕獲された薩摩藩は一斉に攻撃を開始。薩摩藩の一斉攻撃でイギリス艦隊は動揺します。イギリス側はまさか砲撃してくるとは思っていなかったのです。この頃薩摩には台風が襲来しており、暴風の中での戦闘でした。薩摩藩兵たちは旧式の大砲にもかかわらず前線。対するイギリス側は新型の大砲110ポンドアームストロング砲を初めて実戦に使用しており、圧倒的なその威力によって薩摩の城下町は焼失してしまいます。2日間にわたる砲撃戦が続いた後、薩摩とイギリスともに大きな被害を出しており、どちらが勝ったと簡単に判断することができないほどでした。さて、こうして薩摩も同様にイギリスの軍事力の手強さを思い知りました。甚大な被害を被った薩摩藩はやはり攘夷は不可能だと改めて認識するのです。対するイギリスも大損害を与えられていましたので、薩摩藩はただ者じゃないと考えるようになります。こうして薩摩藩はイギリスと和平を結んだ後、お互いを認め合う関係となり、薩摩とイギリスの関係は急速に改善していきます。薩摩藩はイギリスを通して軍事力の拡充を行っていくのです。さて、いかがだったでしょうか。今回の動画のような流れでついに攘夷が決行されましたが、結果的に欧米諸国の軍事力の強さを思い知ることになりました。しかし政治の主導権を握っているのは尊王攘夷派。京都では攘夷を行った長州藩が絶賛され大人気となっている状態です。このまま日本は攘夷の道を走り続けてしまうのでしょうか。ということで、次の動画では8月18日の政変についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。